メガセンタートライアルはサダ店は大分県大分市にあるショッピングセンターである。1983年に後に大分市の副都心となる脇田地区発の大規模ショッピングセンターとして、ことぶき屋と脇田商業振興組合の共同店舗として、オークスワサことぶき屋ショッピングセンターが誕生した。開店当時は大分都市圏では、 時は明けのセンターアクロスに次ぐ2番目の売り場面積を誇る郊外型大規模ショッピングセンターであり、周辺の都市化に伴い増殖計画もあった。2000年頃も約40億円以上の燃焼があったが、ことぶき屋の民事再生法申請に伴う全店舗一時休業により2002年1月31日をもって閉店。その後は幾度かのテナント交代を経て2009年4月8日に、 トライアルを各店舗とするショッピングセンターとなった。現在の大分市、市地区で大分市の中心市街地から南方に位置する。大分市都市計画マスタープランで、脇田新都心構想として組合志向の脇田新都心中央土地区画整理事業によって2004年から2008年にかけて面積十三ヘクタールの土地を開発した。マスタープランでは交通フライトとして、 交通結節機能と商業や業務機能の集積による新都心の形成を図る拠点地区に位置づけられた。健全な街づくりを推進することを目的に、大分市における副都心としての機能をさらに高めるための施設誘導を図り、季節の福祉施設と医療施設の立地に合わせて市民行政センターや消防署を移転させた。 地区周辺に複合商業施設が集中する。1980年前後に開発された新興住宅街と団地が広がる。以下は約 1.5km ほど離れたところにある国道210号のバイパスホワイトロード周辺の脇田新都心地区に所在。ありがとうございます。